薩摩仙台警察署は鹿児島県薩摩仙台市。原田城にある鹿児島県警察の警察署である。旧名称は川内警察署。管轄区域は鹿児島県薩摩仙台市である。古式島にある古式島幹部派出所についても記述する。2008年10月1日から鹿児島市内3カ所の警察署を除く鹿児島県内の25カ所の 警察署と4カ所の幹部発出所で、運転免許証の更新や、再交付、運転免許証の執行に伴う、新規免許証の申請が、管轄区域に関わらずできるようになる。ただし、身体障害者運転適性検査装置等による、検査が必要な方と、運転免許効力停止処分中の方は除く。古島幹部発出2008年10月1日から、 鹿児島市内3カ所の警察署を除く鹿児島県内の25カ所の警察署と4カ所の幹部発出所で運転免許証の更新や再交付、運転免許証の執行に伴う新規免許証の申請が管轄区域に関わらずできるようになる。ただし、身体障害者運転適性検査装置等による検査が必要な方と運転免許効力停止処分中の方は除く。 ありがとうございます。